じゃあ今日はレターサービスやって終わりにしようかな。手紙書くようなね案件もね特にないんで、無理やり書くこともないだろう。今日はね、特にあったりはしていませんが、まだ使ってないと思う。ジョニー行きましょう。ジョニー。うん。ジョニーはさ、非売品くれんじゃないの？非売品くれるキャラでしょ。あ、そうだ。セントアロン地でかかってるケケカントリーあるじゃないですか。あれね、実は村メロカードあるんだよね。せっかくなので使ってみましょうかね。おー！ケケカントリー！ケケカントリーね、結構気に入っている曲なので、ぜひライブ版欲しいですけど、ここで使えばね、誰かくれるんじゃないかな。セントアローもね、ちょっとライブ版をもらえるところまで好感度高められるかはわかんないんだけど、着替えとかは楽しみたいですもんね。ちょくちょく話しかけて好感度上げてこう。すげえ虫取り網とザリティ、親和性高いな。で、手紙が、あれ？博物館かな？やたら来てんな。ジョニーの手紙と、あとは博物館っぽいですね。あ！あ！セントアロー返してくれてんじゃん。そうか。タヌキチの発注手紙とかで多かったからね。埋もれてしまって受け取れなかったのか。これは？博物館か。可愛いところあるじゃないの。しかもプレゼント付きだもんね。嬉しい。じゃあどうしようかな。まあ、博物館を先に見るか。化石は全部かぶりでした。小物ばっかりだった。じゃあ先にジョニーかな。先にジョニーの手紙読んでみましょう。ああ、この便箋使う子多いよね。ハロー、稲葉さん。孤独を愛する船乗りジョニーでーす。孤独感あんまないけどね、ジョニーね。この手紙は寂しいから出したわけではありません。港に友達あり、それがモットーだからでーす。バイジョニー。うん。なるほど。あんまり内容がないが。とりあえず、プレゼントが非売品なのかが気になります。開けてみます。バトルシップ！ボトルシップですね。これ非売品っぽくない？でも。これはなかなか良さそう。じゃあ後で見てみましょうか。じゃあ、セントアローからの手紙も読んでみまーす。あら、かわいい便箋ですね。6月っぽいね。まだギリギリ5月ですけどね。ブリッコ稲葉ちゃん。俺がブリッコって言ってんの？セントアローじゃなくて。俺ブリッコっぽいところあったっけ？ねえねえ、稲葉ちゃん。今日は特ダネがあるの。おう。ニコバンちゃんがプレゼントしてくれたこれだけど、素敵だったからあげる。オチはないんだけどね。セントアロー、素敵なのにくれちゃっていいの俺に。俺が無類のニコバン好きということを分かってるなぁ。セントアローは。セントアロー経由のニコバン版からのプレゼント。何のら。わぁ、服ですね。塩マヨの服か。これ今日買ったやつじゃん。今日買ったやつですね。今日買ってオリバーに選ばれなかったやつだよ。でもね、いい服ですよね、これね。なんか新品で買ったやつより馴染む感じがする。素晴らしい。ジョニーからの贈り物1マス。あー、これおしゃれだね。これいいじゃないの。あらよっと。あー、いいね。タヌキチの写真立てより全然いいな。おしゃれおしゃれ。これはなかなかいいね。飾っておきましょうか。ナイスジョニー。ならば、今日はこれで終わりにしましょうか。なんとかね、1日1パートぐらいでね、できるといいんだけど。収まってるかな、1パートに。明日は、5月最終日なんで、福引きなんですよね。あー、ニコバン。ニコバンの、ひし模様の服、セントアローからもらったんだよ。すごいなんか俺の、肌組織にフィットして、潤いがキープされる感じがするよ。いやはい。パート一つにまとめられなかったね。
おはようございます。5月31日午前11時0分でスタートです。今日のね、目玉は何と言っても福引きイベントなんですけど、まず掲示板チェックとかですかね。更新はなし。続きまして、占いもやっておきますか。マザーよ、人類の行く末を占いたまえ。仲がいいからってベタベタ、昨日と同じやん。ライバルの視線が熱いかも。あの野郎。アンチクショー。どうも。どうも、ガリガリさん。稲葉ばちゃんって今暇暇そうに見えます？私。暇そうに見えます？暇なのだ。いいえ。暇じゃないよ。どう見ても暇を持たしているようにしか見えないんだけど。バカ言うんじゃないよ。忙しいっちゅうの。ももちもいんね。ももちチャレンジやっとくか。ついでにね。この服さ、せっかくニコマンがくれたのはいいんだけど。すげえおじさんっぽいよね。こんにちは。前から気になってたんだけど、ちょっと。もういい。もういい。これさ、これさ、なんかさ、実益はないの?100 超えたらなんかくれるとかあんのかな？どうでした？おお !74 個ちょっと記録だいぶ下がりましたね。いやいやいや、なかなかやるじゃないか。今度一緒に野球の、おいいね。いいですけど、ちょっと、物をください。もう疲れたよ。お、お前が持ってるその、カエル。でっかいな。わあ、動いた。生きてるからね、かろうじて。そんな奴だったらオイラも欲しいぞ。あげるよ。なんか俺があげてばっかだな。いいの裸で、むきみで。お前いい奴だな。ただじゃ悪いから。おーあー、もうちっちゃい。いや、いいの？これはじゃあ、飾っとこうかね。神棚に飾っておこうかね。これさ、机の上には置けないのかね。あ、置けんじゃん。素晴らしいね。素晴らしいね。もう、これで完成でもいい気が。ちょっとしてきちゃいましたけど、まあ、これでよしとしよう。引き続き盆栽には挑んでいこう。じゃあ、あとは手紙かな？手紙は、俺が出してないからな。いつですね。ハッピールームとタヌキチじゃない？母だね。母と、ハッピールーム。はい。母からの手紙。稲葉場へ、寝なくっちゃ、寝なきゃダメよと思うほど、眠れなくなるのなぜかしら。お昼寝したからかな？母より。寝れない夜はシリーズってやつですか。俺もね、学生の頃はよくあったけどね、寝れない夜ね。でもね、社会人になってからは、すっごい熟睡しているんで、まあ中にはね、病気で寝れない人とかもいるんだろうけど、俺はちゃんと頭使ったり、体動かしたりとかしないと夜寝れないんだなっていうね。いかに学生の頃ポケーっと過ごしていたかっていうね。ちょっと残念になりますよね。はい、手紙は以上です。じゃあ行きますか、福引きイベントね。ようやくこの時が来ましたな。おー、やってんねー。やる気満々じゃないの。あ、お、なにこれなにこれなにこれ、すげー、これはいいね。これめっちゃ欲しいんだけど。今日は福引きの日なのでお買い物はできないんだもん。申し訳ないけど、また明日買いに来てほしいんだもん。あ、2階も行けないんだ。2階も行けなくなってるけど。これ、ももちんちんにあったやつかな？真ん中のやつはこれは、なんだろう。ランプ？壺じゃないよね。でもなんかさ、梅っぽいのが書いてあるよね。これ全部和風家具ですかね。和風で揃えてきたのかな？
いやー、総取りしたいね、これね。総取りできるかな。福引券ちょっと持ってきましょう。いやー、家のね、ロッカーからたまりにたまった福引券をね、全部出してきたんだけど、なかなか大変だったよ。一大事業でした。今手持ちで15枚持ってます。さらに、地べたに23枚置いてあるので、合計38回ですね。俺は福引きに挑戦できると。さすがに全部いけるでしょう。38回引くだけでね、相当時間かかりそうな気もしますけどね。行ってみます。今日は福引きの日だな。も福引きするんだ、もやるやる。はいはい、福引き券5枚もらっとくだな。もそれじゃ張り切ってどうぞ、行くぜ。ほいよ。お、青は、え、いきなりいきなり青って一番いい、どれがどれなのかわかんないんだよな。当たったった、当たっちゃいました。あの、残り37枚あるんですけども、3等、あ、池ゲット、稲葉場さんのもの、イエーイ、わーい。1等があの甲冑なんだね。あのね、甲冑着たいよね。武者稲葉場になりたいところですが、まずは3等ですが、幸先がいいね。さあ、この調子でもう一丁いくぜ。2回目、白は外れですね。まだ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 いっぱいある。3回目、白。4回目、5回目、おお、赤、なんと、おめでとうございます。どっち、二頭、あ、二頭か。え、あ、鎧兜が二頭鎧兜が二頭なんだ。一頭だと思ってた。大当たりー、やったー、やっちゃったねー。五個目で。まだ5枚しか使ってないのになー。すげー余る予感がしてきたぞー。いや、でもね、この調子で、もう一つ行きましょうよ。ランプもね。14回目お、あ、出ましたね。おー、大当たりー、出ちゃったねー。14回目か。思ったより早かったな。半分も使ってないもんね、福引き券ね。一等のアジアのランプ。あ、和風ではないんだね。アジア風なんですね。全コンプ。4月は確かできてないもんね。全部はね。商品のアジアのランプをどうぞ、ダナモー、ダナモー、ダナモー、おめでとうございました。ありがとう。嬉しい、嬉しいけどけど、どうすんのこれ。どうしようかね。多分ね、来年の5月になったらまた使えるんだよね、この福引き券はね。年までは管理してないと思うんで、入手もね、そんな簡単に手に入るものでもないので、すげえあれだよね、絶妙な捨てにくさだよね、これね。ロッカーにしまうとね、またこれだけで埋まっちゃうんで、かといってね、地べたにね、置いといてもまた、環境が汚くなっちゃうからさ。困ったね。埋めよう。グッドフェローズ的な考え方ですよね。人目のつかなそうなところに埋めるっていうね。でもこれはいいんじゃないですか、一番ね。環境も悪くならないでしょ、これだったら。みんなハッピーだよ。ふぅ、仕事したなぁ。じゃあ、当てたやつを見てみますか。ん？桜島がいるね。これ誰かと喋ってんな。誰かと喋っている気がする。桜島よ。誰と喋ってんの？あ、あの人は。見たことあるセーラー服がチラチラしてんな。おい、稲葉は、ついに手に入れたぞ。あ！トタケケのミュージック！ライブ版ですか？ライブ版くれんの？桜島。これ嬉しいね。ハイサイケケのライブ版。おー、ハイサイケケは沖縄のやつですよね。沖縄じゃないでしょ、桜島。
鹿児島だもんね。近いから？近いからなの？ちょっとなんか音楽の割り振り方が雑っすね。自分の部屋でじっくり聞いてみなよ。嬉しい。ありがとう、桜島。桜島、文ちゃんと話すのはいいんだけど、服映されないでくれな。一応会話も聞けますかね。俺系同士。なあ、稲葉ば、桜島って男らしいよな。まあ今の文ちゃんに比べればね。文ちゃんはフェミニンじゃからの。物腰といい、口の聞き方といい、大人の男の雰囲気が漂ってるって感じだぜ。そうね。へえ、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか、文次郎。おめえはこの村で2番目に男らしい男だぜ、だぜよ。それは、自分が1番だと言いたいのかね、その服で。あ、お、怒ってる。こんなんで怒んないでくれる。悪いけど後にしてくれ。おめえには関係ねえことだが、マジで綺麗。全然男らしくないな。もう少し寛大な心を持ってほしいが。服ほんと映さないでね。はい、在KK聞いてみますかね。よっと。おー、あー、沖縄民謡ですね。グッドミュージック。まあなんかね、これに合わせて桜島踊ってそうだし、一人で。なかなかいいんじゃないでしょうか。じゃあ、福引きでゲットしたやつ、見てみますかね。池。池の使いどころがいまいちわからんが、鎧兜と、で、アジアの、アジアなランプですね。池から行くか。ほっ！おー！池ですね。ここにザリガニを放てればね、最高なんだけどね。カエルとか。鎧兜。これは使いどころ多そうですよね。これ地下かな。地下もありじゃない。で、アジアのランプ。アジアの、あ、今日は電気つけてなかったな。アジアのランプって、明かりとかつかないのか。ちょっと地下にさ、ちょうどね、この自由の女神像の対になる存在がいなかったんですよ。ここに置くと。なんか高さのバランスが悪いよね。台が欲しいな。これ台に乗ったりしないの？鎧兜とテーブルの上に置けたりしないのかな。ああ、さすがにダメだよね。そりゃそうですよ。ロッカーを一個外して、ここに置くってのはどうよ。これなんか、アドベンチャーゲームで、ここを探したら絶対何か見つかるタイプの、あれですよね。ていうかなんか動きそう。まあいいんじゃないですか、これ。なかなか。趣がある。で、ちょっとね、話を聞いてほしいんですけど、今ね、この村は、危機に瀕していると思うんですね。というのも、仕立て屋に飾ってある服が、四つ全部放課後ラブセーラーなので、このように、あ、いたいたいた。このようにですね、男子にもかかわらず、放課後ラブセーラーを身にまとっている、俗に言う、放課後族が、増加していると。放課後ラブセーラーはですね、女子向けのデザインなので、このように女子が着てくれればね、おーと。なるほどと。なるんですけどね。男子が着ちゃうとちょっとアレな感じがするので、やっぱね、男子だけしか着れない服とか、女子だけしか着れない服を、仕立て屋に置いてはいけないのだなと、気づいたわけですよ。で、作ってみました。どっちが着ても違和感がないであろう服をね、ちょっと、お見せしますね。ででーん。こちらでございます。今回ね、だいぶ自信作ですね。元はですね、デザイン本に、割とまんまアディダスの赤いジャージがですね、乗っていて、それを、俺が、大幅に手を加えたと。これね、元はマークもまんまアディダスだったんだけど、ね、ザリガニを模してるんですけど、まあ、よくあるね、アディダスのパクリジャージとして、相当な完成度を誇っていると考えております。その名も、ザリジャージ。
これはさ、商品化もいけるんじゃないか。これはですね、男子が来ても女子が来てもね、いけると思うんだよね。とりあえず、まず俺が着てみよう。ダリジャージー。おー、いいじゃないの、これ。これさ、頭も、なんとなく、ごまかせてる感じしない？これを、置いてあげようよ。問題は、どれをマールが着ているかが全然わかんないってことだよな。できれば、マール以外の全員をザリジャージに、違うか、デフォルト服に戻っちゃうんだよね。マールは、今のまま行きたいんだけどな。とりあえず右端を、ジャージにしますか。あらよっと。このデザイン、流行るかもね。流行ってほしいな。これでさ、村に、はびこる、放課後族が、どう変わってるかを見に行ってみますか。